絵本に詩的表現。絵本の読み聞かせは、単に子供たちの前で絵本を読んでいただけなのに、とんでもなく大きなことをしていると知ることになります。例えば、絵本の中に突然詩的な表現が出てきたら、それには作者の意図した意味があります。読み手は、絵本の詩的表現を知るには、話しても、詩を勉強しなければならないし、その読み方も練習しなければなりません。どんなに短いセンテンスにも、意味が隠されていて、それを直接聞き手に伝えることはできなくても、知っておくことは大切です。詩的表現とは、詩のような美しい表現のことです。比喩や擬人法などの習字法、音の響きを重視した言葉遣い、独特な言い回しや表現など、詩的表現は、読者に美的な感覚や想像力を呼び起こす効果があります。詩的表現は、話し手が、聞き手にだけ話しているのではなく、自分にも話しかけているかのような効果があります。現実から離れた感覚や情緒を表現するためにも用いられます。その例には、比喩や擬人法、夕日が燃え落ちる、風が歌うなどの音の響きを重視した言葉遣いが挙げられます。こういうことを知ると、話し手は自分の読み聞かせの技術を磨こうと思います。何気なく話していたザザザ、ジャジャジャ、ガラガラという音、囁くような声、独特な言い回しや表現、君の瞳は、星座を映す水鏡、人生は、一本道ではなく、迷路のようなものなど言葉を考えることで、非常に読み聞かせのレベルアップにつながります。詩的表現は、詩だけでなく、小説やエッセイ、歌詞など、様々な分野で用いられています。もし自分が、詩的表現を効果的に使うためには、以下のことも知っておくといいでしょう。過剰に用いると、逆に読みにくくなってしまうので、適度に使うことが大切です。また、読者の想像力を刺激するような表現を心がけましょう。表現の意味や意図が伝わるように、工夫しましょう。そういうことを考えるだけで、絵本の作者の意図することを理解できるようになります。